ミゲル・カレロは、コロンビア・バジェ・デル・カウカ県ヒネブラ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。1995年から2007年まで、サッカーコロンビア代表。身長189センチメートル、体重82キログラム。ニックネームは、コンドル。コロンビアのデポルティ・ボカリ、アトレティコ・ナショナルを経て、メキシコの CF ・パチューカでプレーした。 1992年22歳でコパマスタングのデポルティボカリでデビュー。同年バルセロナオリンピックでコロンビア代表として出場。1996年にはチームを率いて優勝に導いた。1998年に同リーグのアトレティコナシオナルに移籍し、翌1999年に再び優勝。 2000年には、メキシコの CF パチューカに移籍した。2007年、コパアメリカのパラグアイ戦で5失点と振るわなかったため、代表選手引退を発表。2008年6月には、現役引退も表明したものの現役を続行、パチューカで、政治家とキャプテンを務めた。2011年に現役を引退し、パチューカのゴールキーパーコーチとなったが、2012年11月に、 脳梗塞で倒れ入院。12月3日に脳死判定され、生命維持装置が外され、翌日に死亡した。野球棒をかぶってプレーすることで知られている。バンダナの後ろに翼がついているように見えるためついたあだ名が、コンドル。しかし、2008年シーズンから、サッカー協会の規定でそれを禁止され、何も被らずにプレーした。 フィファクラブワールドカップ2008でも準々決勝、準決勝においては何も被らずにプレーしていたが、3位、決定戦においてガンバ大阪と対戦した時には、頭の部分にカレロとカタカナで印刷されたシールを貼ったバンダナを被って、プレーしていた。さらに、グローブの手首のあたりにもカタカナで、ミゲルカレロというネームシールを貼っていた。コロンビア代表の先輩でもあるレネイギータを、 尊敬していて、イギータと同じく終盤的陣へ攻めに向かうことが多い。PK も得意。本国コロンビアに個人を立て500人を超える子供たちの生活支援をしていた。元コロンビア代表 GK、カレロガの推し QOLY.JP、2012年12月5日閲覧、ムエル・エル・パート・ロ・ミンゲル・コレロ。 エル・オキシデンタル2012年12月5日閲覧。ありがとうございます。